皆さんこんにちは。千葉市広報番組千葉情報クリップ山口正孝です。この番組では千葉市からのお知らせや暮らしに役立つ身近な情報をお送りしています。さて1月後半号、はじめはピックアップ千葉のコーナーです。毎月後半号でお送りするこのコーナーでは、市内の注目の話題などシリーズでお伝えしています。今年千葉市ではパラリンピック4競技が開催されます。そこでその4競技のパラスポーツの魅力をご紹介しています。今回はパラスポーツを楽しもうの4回目テコンドーです。ではご覧ください。さあ、こちらはテコンドーが体験できる場所です。初めての体験です。キム先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、では教えてください。はい、じゃあ最初はですね、はい、もも上げを、もも上げ、はい、右と左を、はい、ちょっとリズムを合わせて1、2、3、4なんで10回やってみます。はい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、やったー、本当です、ね、はい、じゃあ次はうまくできるってので、はい、じゃあ右足2回、はい、左足2回、はい、1、2、3、4、10回、はい、はい、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、うまいですね。じゃああとはこう膝を曲げないでこう伸ばして、こうこの筋をこう伸ばす練習です。で右左10回、なるべくちょっとお腹より少し高くやってみます、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、うまいですね。もう、ちょっと初めての感じじゃないですか。もう結構初めてです。実際結構もう考えたよりなんかうまいので、はい、実際ちょっとこう一番、まあ、基本の蹴りなんですけど、はい、前蹴りというのをちょっとやってみます。じゃあ、はい、次は最初構え方からこうやります、はいはい、さあ普通にそうそうこう構え方、ちょっと、はい、いいですか、こっちに構えて、はい、これでこう軽く縄跳び感じでこうやって、なるべくこうまっすぐ入れてるんですよ。こうもも上げをまっすぐ入れてるんですよ。そうですね。でそれを膝を曲げて最後にこうポンとこう蹴って、はははは、はい、前回し、まあ、本当はこれはもう基本なんですけど、はい、もうちょっと高い点数を取るのは、はい、回転蹴りです。回転蹴り、ちょっと一回回ってこう蹴る感じです。はい、こっちに、あ、一応こう、はい、か先に構えてください、はいはい、で一回後ろ回ってください。あ、ここか、背中向いて、あ、なるほど、背中向いて、はい、あ、なるほど、分かった、はい、カーです、はい、お願いします。はい、あ、これを実際は飛ばないとダメですね。なるほど、ちょっと軽く飛んでいけば、はい、じゃあ回って飛んでください。あ、ちょっと遅い、はい、遅いですね。膝よく見てください。こう一回回って、あ、分かった、はい、分かりました、分かった、はい、いきます。これだったら点数は変わんないんです。なるほど、少し飛び蹴りじゃないです。じゃあもう一回いきます、はい、はい、あ、ちょっとタイミングが違う、タイミングが遅い、遅いです、こう回ってくる、はい、フィギュアスケートみたい、はい、そうそう、ここで足を、最初足を上げてください。もう一回、最初足を上げて、これを上げて、これを回った時の、はあ、ちょっと右の足を高く上げるのがポイントです。はい、つく前にこう、あ、です、できた、はい、もう一回、はい、あ、です、はい、なるほど、これですね、はい、あ、はい、です、はい、はい、やった、センサーがございます、すごいです、はい。
もっと知りたいパラスポーツということで、実際に競技を体験した人たちにお話を伺います。皆さんお疲れ様でした。あれ、もしかしてこれはバッタ板です。今日初めてですか。今度は初めての体験で木を割るほど上達したんですね。今回参加してみて、パラスポーツの魅力ってどんなところにあると思いました？健常者でも難しいことを、そのパラで障害を抱えている方がそういうふうに楽しんでいるっていうのは、まあすごいなと思いましたし、実際体験してみてその凄さっていうのが分かりました。でなんか女性でこう言って参加されてますけども、初めてですか？初めて。どうでした？すっごい楽しかった。どんなところが？なんかストレス解消が抵抗とかなかったですか？いや、全然なんか気軽に参加できたので楽しかったです。どうでした？参加してみて。あ、でも楽しかったですね。普段なかなかできないことなんで、とてもいい経験になりました。はい、参加してみていかがでしたか？すごい初めての体験で、すごいいい体験になりました。ね、やっぱりじんわり汗かきますよね。かきますね。はい、いやー、キム先生、もう本当に気分爽快です。楽しかったです。先生、ただ、はい、すっごいバランスを取るのが難しかったです。そうですね。なんかもう普通の人もなんか、回転蹴りはパラス取るの難しいなんですけど、まあパラの選手はもっとこうパラス取るのがもっと難しいなんですね。でもなんかすごくね、上手だった。本当ですか？はい、普段キックボクシングを趣味でしているんですけれども、はい、キックボクシングよりもやっぱり回転を加えたりする分、本当に腕のバランスが必要だったり、はい、あと体幹が必要だったり、はい、これをパラスポーツの場合ね、それぞれ皆さん障害のある部分違いますから、はいはい、かなり難しい中努力されてるんですね。あ、もう結構、はい、普通の人より結構もうバランス取るのが難しいなので、それは結構頑張って、はい、期待してます。いや、その努力の分も体験することで分かりますんで、一度体験してこんだけ大変なんだっていうのを知って、ぜひ全員で応援して盛り上げていきたいと思いました。先生、どうもありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、です。蹴るのは難しかったんですが、うまく決まると本当にとても気持ちがいい。テコンドーは実際にやるのももちろん見るのも迫力満点のスポーツでした。続いてはこちら、千葉シシエラより1月号からのお知らせです。市では東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、障害のある人もない人もみんなで一緒に行う文化芸術活動を応援しています。ファッションショーや車椅子ダンス、手話パフォーマンス、アート展示、音楽ライブなど、みんなが一緒になって表現する千葉リアフリーアートプロジェクト千葉フリを開催します。開催期間中、アート展示のほかステージイベントや音楽ライブも開催されます。イベント日程を確かめてお出かけください。市は1921年1月1日に市政を施行してからあと1年で100周年を迎えます。100周年を記念して、来年12月までの2年間、さまざまな取り組みを行います。市政100周年を記念した取り組みのシンボルとして、ロゴマークとキャッチフレーズを公募し、イベント会場やツイッター、電子申請などで投票を行い、最優秀賞を決定しました。ロゴマークは市の木、欅とそこに集まる市民の笑顔をモチーフにデザインされました。キャッチフレーズは100の歴史を1000の未来へ、積み重ねてきた100年という年月、それを携えて未来へと歩む姿を表現しています。ぜひ覚えてください。今回ご紹介した内容は千葉市政だより1月号に掲載されています。さて、次回2月前半号の放送では、2月1日発行の千葉市政だよりの情報を中心にお送りします。それでは今回の千葉情報クリップはこの辺で失礼します。